その笑顔も見ることはできなくなります。この日都内で開催されたちょっと不思議なイベント、その名も類活。皆さんが落語ならぬ泣く語に耳を傾ける参加者たちは、泣きたくてここにやってきたといいます。ストレス溜まった時にわざと泣くんですけど、そんなことをイベントでやってるんだってのを知って、ちょっと疲れたりとかした時に泣くとすっきりするので、リセットできるというか、いい機会だなと思いました。涙活は積極的に涙を流すことでストレスを発散しようという健康法なんだとか。こちらは健康そうとは言い難い椿ディレクター28歳。涙活で元気を取り戻せるでしょうか。力を抜いてお聞きください。石垣島出身の女性デュオ柳原バー、その歌声と曲が涙を誘うと話題のアーティストです。何もしなくていいよ、ありのままのあなたでいい、誇らしく胸を。さらにこの後、多くの参加者の涙腺を崩壊させる歌が。大変なんだよね、忙しいんだよね、でもそんな。忙しい人を励ます椿ディレクターにぴったりの歌詞。あれ？まさかの変化なし？結構危なかったです。そう、椿ディレクターのように泣きそうでも我慢してしまう人もやはり男性に多いといいます。ですが涙活は涙をこらえるのは NG。 人前で泣くことに抵抗がある方には椿ディレクターも泣いた。自宅での一人涙活がおすすめだとか。